皆さんこんにちは、スタントライダーの小川です。今日はハーレーダビッドソンのソフテイルファミリー、ファットボブのインプレッションをやっていこうと思います。このファットボブなんですけれども、特徴が結構あるバイクです。まずはねタイヤですね。前後非常に太いタイヤを履いてます。フロントは150、リアは180と、非常に太いタイヤ履いてますので、この辺がねライディングするときにかなり影響が出てくるんじゃないかと、思います。であとはですね、フロントフォーク、倒立フォークが入っていて、フロントディスク、2枚のディスク、ダブルディスクになっていますね。でキャリパーも2つついてますので、他のソフテイルシリーズに比べるとブレーキがかなり強化されているモデルだと、言えます。はい。で、続いてですねポジション、ハンドルがね、結構手前側に来てます。で、シートがですね、他のソフテイルシリーズに比べると結構前の方に来ているので、シートとハンドルが非常に近いので、まあ、非常にバイクを扱いやすい、そんなポジションになっているんですね。で、ステップがフォワードコントロール、になっているんですが、意外と、遠くにない感じがします。シートが結構前に来ているので、意外と普通にスポーティーに乗れる、そんな位置になっているんですね。はい。なので、このね、強化されたブレーキ、フロントフォーク、ポジション、あとはタイヤ、この辺がですね、ライディングにどんな影響が出てくるのか、そういった部分をインプレッションしていきたいと思います。それではね実際にバイクに乗ってみましょう。オガチャンネル、ファットボブ、乗っていきたいと思います。それではね、実際に乗っていきたいと思います。あのねフォワードステップだけど、さっき乗った FXDR114 よりだいぶね近いところにステップがある感じがしますね。はい。それでは行きます。発進していきましょう。あ、発進楽っすね。うん、やっぱりハーレー特有の低速トルクの強さがあるので非常に発進が楽です。であとポジションはねかなり窮屈じゃないな。うん、他のハーレーに比べるとだいぶシートが結構前でハンドルが手前でこじんまりしたポジションになってます。だからなんだろう、体の下で扱う感がより強い感じがしますね。これは他のソフテイルとかなり違うと思います、このポジションに関しては。でさっきのね FXDR に比べるとやっぱちょっとパワー感ね、ない感じがします。はい。ね、実際ここでスラロームやっていこうと思います。あ、うん、やっぱり FXDR ね114よりはね、パワーない感じがします。うん、ちょっと、うん、マイルドな感じになってますね。うん、あでやっぱりそのバイクがポジションがこじんまりポジションなので、要はスポティなわけですよ。こじんまりポジションというか、だからこういうスラローム系の走りも非常にやりやすいですね。うん、でハンドルが非常に操作しやすい、ちょうどいいポジションにあって、それがねかなり乗りやすい感じになってます。うん、これはこれでかなりいいですね。うん、ちょっともう一周してみましょう。もう一周してみます。で U ターンしてね乗っていく。ちょっとアクセル開けてみましょう。歩行者が現れました。加速していく。あ、うん、まあやっぱね排気量あるのでアクセル開ければ早いです。ね、この、ね、ターンなんかも全然余裕っすよ。うん、タンクラ当ててあげればね U ターンなんか全然ひらひらいけますね。これいい、楽しい、扱いやすさは抜群かもしれないこれ。うん、はい。それではここからね、青少バイパス走っていこうと思いますね。ここチャンネル、さてさてここから外出ていきますよ。もうちょっと楽しくなってきちゃったこの市場がね。でこれをこのまま右に曲がるとね青少バイパスに乗ることができます。ハーレーいいな、楽しいな。実際
本当にちょっとハーレーのね、イメージがだいぶ変わりました僕、うん、ここで一時停止がっつり止まっていく。2本指だとね若干ね半クラつながっちゃうんで4本指でクラッチ切んないとダメですねこれ、うん、よしここから青春バイパス走っていくよ。はい、で、青春バイパス来ました、うん、やっぱりねこのクルージングっていう、ね、分野ではハーレー非常に快適ですよね、うん、楽しいです、うん、でさっきの FXDR 僕このバイクの前に乗ったんですけどあれはリアタイヤが240だったかな、かなり太いリアタイヤ入ってたんですよ。なのでちょっとねこうやって走りながらバイクを振るとやっぱ直進安定感が強かったりバイクが、まあ、寝づらいというかなんかこう反発する感じがあったんですけどもやっぱりこれはちょっとそれが弱くなってます。でリアタイヤのサイズが180になってるんですよね、うん、なのでやっぱりそのタイヤの太さでそういうね影響力が出てるんだなという感じがします。はい、で、あとはその114に比べると、こっちのエンジンはやっぱりちょっとパワーがないなという感じがしますが反面そのマイルドな扱いやすさがあると思います、うん、パワーにそんなこだわりのない方っていうのは全然こっちの排気量のバイクでもいいかなっていうのは非常に感じます、うん、であとはねやっぱりそのさっきスラロームやって感じたこじんまりとしたポジションこれがねそのスポーティーな走りを可能にするなっていう感じがしました。で僕実は昨日ハーレーの勉強するためにハーレーダビッドソンシティの川越店さん行って、いろいろね、ハーレーのことを教えてもらったんですけどそこの、店長さんが言うにはこの、ファットボブこれがね峠道一番走りやすいソフテールだっていうことを言ってましたね。で僕もね今乗ってそれがね実感できて確かにこのポジションっていうのは非常にスポーティーで峠道とか行ったら一番こう走りやすいのは間違いないだろうなっていうのはね、すごい、同感します、うん、でねこのね僕はねこのスタイリングが一番好きです、うん、であとこのバイクねフロントが、倒立のフォークが入ってますね。フロントが倒立フォークの、ダブルキャリパーということで他のソフテールシリーズよりはね、ブレーキが効く仕様になってます。先ほど乗ったね FXDR あれもね、ダブルディスクになってるんですけども、やはりね、同じようにしっかり、効いてくれますね。シングルディスク、の、ソフテールよりはやっぱりストッピングパワーしっかりしてる感じがします。でやっぱりそのしっかりね、止まるっていう点で、このね剛性の高い倒立フォークが、まあ、採用されていて、ね、その辺がね非常によくバランス考えられてるなっていう、感じがします。はい、それでは、もう一度ね青春バイパス乗って試乗会場に戻っていこうと思います。はい、あやっぱ加速楽しいでしかもこの景色この景色最高です、ね、よしじゃあ戻っていくよ、うん、僕個人的にはですねソフテールシリーズの中でこのデザインが一番好きです。うん、なんか一番こうかっこいいなってなんかちょっとごつさがあるデザインでかつスポーティーで一番こう見た目が素敵だなって思ったのが僕このファットモブだったんですかね、うん、で実際乗ってみたらねやっぱその想像通りのそのスポーティー感があって非常に楽しいですね。だから僕はもしソフテールシリーズでどれ買うって言われたら僕はね多分これ買うかもしくはあれもやっぱ良かったね FXDR114 あれもまあまあ良かったですね、うん、でここを右に曲がって、試乗会場大磯ロングビーチへ戻っていきますね。ウインカーが自動で消えるですよね素晴らしい、はい、でここから左に曲がっていく。でここのね会場入るときにすごいタイトな峠道みたいなヘアピンあるんですよ、ね、そのヘアピンねどんなもんかここですね、
ここでしっかりねハンクラ当てながら、やっぱトルクもあるし、ギアブレーキ当てつつね、ゆっくりこうね登ってっても全然安定するっていうね、あの感じです。だからハーレーもね、しっかりそのライディングスキル、クラッチの使い方、これがねできれば、ああいうね低速なターンだったり U ターンだったりっていうのは十分ねスマートにできると思います。結構ねハーレーってスマートに乗れるとかっこいいと思うんですよ、僕個人的には。だからね、ぜひね、あのハンクラッチうまく使って皆さんもハーレーで低速テクニック磨いてみてください。はい、ここチャンネル。はい、ということで今ね、ファットボブ乗ってきましたね。このバイクね、見ていくと、まあ、フロントがね、倒立フォークが入ってます。で、キャリパーがね、ダブルキャリパー、デュアルキャリパーということで、ローターが2枚ついて、キャリパーが2個ついて、フロントが、かなり効くような、仕様になってます。普通ねソフテールだとキャリパーが1個、シングルディスクっていうのが定番なんですけど、これはね、結構ブレーキが強化されている、形に、なっています。なので、あの他の、まあ、ソフテールよりもやっぱりしっかり止まってくれるなっていう感覚がありました。はい、でフロントタイヤ、これがね、横幅、150ということで結構太めです。でリア見てみましょう。リアの方も、180なんですね。なので前後結構太いタイヤを履いているので、直進安定性が強かったり、あとバイクを寝かすとき、少し、マイルド感があったりとか、あとは、バイクを寝かすときにちょっと反力を感じたりとか、そういう特性のある、ハンドリングでした。はい、であとはポジションですね。ポジションが非常に面白かったです。シートの位置が結構前の方でした。で、これフォワードステップなんですけども、シートとフォワードステップの距離が意外に近いので、結構ね、独特なポジション、ちょっと窮屈っていう言い方はちょっと違うんですけども、そんなに足が遠く前に投げ出すような感じではなかったですね。なのでフォワードステップみたいな、ちょっとクエスチョンマークがつくような、ポジションでした。で実はそれが結構、運転しやすくて、バイクを操る上でかなりいいポジションだったんですね。でさらにフロントのハンドル、このハンドルが結構手前にあるので、このシートとステップとハンドル、この位置がね、すごい狭くて、他のソフテールシリーズに比べると、なのでそのよりスポーティーなライディングが楽しめる、なんかそういったね、バイクになっている、感じがしました。非常にね、面白かったです。僕はねこの見た目のスタイリング大好きなんですよね。なのでソフテールシリーズの中だと、まあ、このバイクが、まあ、一番僕好きかなという感じがします。はい、ということで、試乗のインプレッションでした。参考になったら嬉しいです。